いやこれ俺好きやね、ほんまに。あの島田選手も学べるから。マジ今回映像ありきな。いやもう離れへんわ足から。これも期待の星やん。もうフォローします。たたー、よろしくお願いします。はい、ということでハウスに来ておりますけども、今日はほんまに何をするか全く伝えないです。怖いです。すごいエグいドッキリをされるのかなと思ってますけど、これ何ですか。ふみちゃんと学ぼう、知ると好きになる特徴的な J リーグ。いやこれですか。これです。超人気の第3弾かな。いやいいじゃんいいじゃんいいじゃん。これ俺好きやね、ほんまに。あの品田選手も学べるから。梅梅チャンネル。今回ははい、J2 で覚醒した若きドリブラー。おー、かっこええな。 J2 で覚醒した若きドリブラー誰や。マジで分かれへんな。名前、まず名前言うてくれんのや。本間シオン選手。本間シオン選手知ってます。分かれへんな、ごめんなさい。本当にもうあのサッカーするのが好きでな、選手とかあんま知らなくて本当にすいません。2000年生まれなんですよ。え、若い。2000年8月9日生まれ。20歳。おお、めちゃめちゃ若いよ。今20歳。すごっ、若い選手やな。梅ちゃんにちょっと似ている選手やから紹介したかった。あーなるほど、似てる、はい、緑髪の毛。あ、身長164センチ。あ、小さいよ。めっちゃ体重59キロ。ほうほう、まあまあいい体してるの。やっぱ高選手。ちなみに俺ドリブラーじゃないで。ええ、って何、知らんかった。え、何ラーすか。何ラーでもマヨラーよ。あ、え、今は有名やんな。もちろんそんな申し訳ない、知らなすぎて申し訳ないけど、まず経歴。経歴お願いします、ほんまに。南万代 FC っていう、まあ、朝日サッカー少年団とか、まあ、小学生のチームを経て、うん。アルビレックス新潟アンダー15へ加入します。ほう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 。新潟ね。またユースです。あー、ユースね。ま、まあ、もうほんまにさ、プロ生まれるとこで、だいたいユースからやった。そうですね。そう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 。2015年には、アンダー15日本代表に選出されました。早いな。すごいや。もう、代表、ちょっと匂わしてきて、ってことか。その後アルビレックス新潟アンダー18で昇格し、おー、上がってね、いい調子やん。高校2年生には、うん、トップチームに2種登録されます。2種登録って何。ユースの試合にも出つつプロの試合にも出れるみたいな。おー、え、高2で。高2で。むっちゃ早いやん。すごっ、早っ。これも期待の星やん。もうクラブ史上最年少で、うん、公式戦にも出場します。めっちゃすごい。じゃあもう一番若手のルーキーやん。めちゃめちゃすごいです。もうどん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 上がっていって。こんなん言うのもあれだけど、その経歴からしても早めにパッてプロになったらやっぱりちょっと危険な匂いすんのよ。します。します。2019年からは、うん、プロ契約をして、うん、J2 で活躍し、おうおう、2020年シーズンは若くして背番号10番を背負います。新潟で。はい。いやもう全然行ってるやん。もうエリートやん。もうずっとエリートやん。ベジータやん。エリーターやん。もう。背番号10番を背負って、やっぱチームの中心選手へと覚醒します。若いしな。今後のこう、アルビレックスとかのこともなるもんな。うん、若くていい選手を掘るチームって大体、来年再来年もっと先、今後良くなっていくから。で、実際経歴は言ったものの、うん、どんなプレイヤーなのみたいな。おう。だから、とにかくなドリブラー。ドリブラーなんかなとか、見てもらいます。映像あんの。映像あります。マジ今回映像ありきな。ああ。おぉ、細けえタイプや。あ、ほんで、トラップも、やらっけえ。うわ、うわ、うわ、これや。本間シオン選手の得意なプレイ、これや。これ、縦行くの、中行くの、縦行くの、中行くの、またや。これは求められへんな。うまっ、キレッキレやな。やば。シュートも持ってんの。あるんす。いやー、いかついな。いやもう、すごいわ。いやもう離れへんわ、足から。もう、ずっとこうやろ。こっち来んかな、こっち来んかな、こっち行ったらまた行かれた。パーンみたいな。置き去りやったわ。小柄ながらも、うん、懐の深さを感じる。そう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 。キレキレのドリブルが武器で。でも体幹の強さとか。確かに確かに。ミドルシュートも強かったと思う。めっちゃ小回り効くし、ほんでシュートもトラップも全部完璧やった。やっぱりプロか。今なんで、このシーズンまさにブレイクします。あ、今ナウで。ナウで。これは期待やな。今、これからもっと花咲くよってことか。そうです。今のうちに見とけよと。そういうこと。ほう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 。
で別で、まあ、ほんま白野さん、白野選手が周りからすごいと、うん、いやすごいってなってる、言われてるじゃないですか、うん、どんな周りの人から言われてるか、おお、同じドリブラーとかからも言われてるんじゃない？なるほど、おお、やっぱ見た、俺はプロじゃないけど見たらやっぱすごいなと思った。面白いように相手を翻弄する20歳のファンからはほんま代表で試す価値あると思うが、はい、思いました、あると思います、これは強い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 、彼が J1 でどれだけできるのか気になります。いや、めっちゃ気になる、もっともっとのチャレンジ今もしてると思うけどしてほしいな。体感よ体感よってコメントしてるやつJ2 時代の香川の匂いがする。おーおーおー、洗濯一緒に洗ったことあるんかな。乾隆が、お兄さんがスペインラリーガで通用すると思う J リーガー入ってます。乾の兄貴が言うてるってことは、あの人も相当な、だってバルサーとかにもカーン行くやん、乾、その乾隆が、はい、本間志陽選手は通用すると、通用すると思う J リーガーに入っちゃって、これすごいわ。じゃあもう完璧なドリブラーや、完璧ドリブラーや。ちなみに乾さんはドリブラーで、ドリブラーではないからな、直接あのズームマッキーとやった時に聞いたんやけど、え、そうなんすか、うん、ドリブラーというか敵かわすのがうまいって言うてた、敵かわすことがうまいからって言うてた、ドリブラーではないの。へぇ、うん、ちょっと聞きたいな、本間潮選手もドリブラーなんかな、直接あなたドリブラーですかって聞きたいなDM 送ろうか。乾隆選手、うん、だけじゃない、だけじゃない、レジェンド、レジェンド、チョンテセ選手え、テセさんもテセさん知らんけど、テセさんと AJ ユナイテッドのあの A 君は一緒や思って、同僚なんですよね、元新潟の。あ、そうなんや、あの期限付き移籍からチョンテ選手入った時に、マホマ選手もほう、うん、だいぶ若かった時やな、じゃあそれやったら。あ、そういうことです、うん、めちゃくちゃ称賛します。なんて言うてんの、テセさんが。乾隆もすごかったけど、うん、それを凌駕する才能。ええー、いや、なんでそのやっぱ乾さんと比べられるってどこがまずすごいんやけど。え、テセさんも言うてる、乾さんもすごかったけど言うてる。言うてます。いやー、二人ともすごいやん。じゃあまあ同じドリブラーとして比較するのは恐縮だけど、本間志陽もそれを凌駕するくらいの才能を持った選手、しかも得点を取る能力も高い、穴が見つからない。いやー、確かになんかあかんプレーがないもんな、今んとこ。だからめちゃくちゃいいんちゃう。サッカーってやっぱミスゲームや、ミスが何本もあるけど、それいかにミスを減らすかっていうスポーツやけど、ミスがあんまないっていう、穴がないというのは素晴らしいことよね。海外あると思うで。本間選手自身はどうなんやろな、行きたいとは思ってるんかな、それともやっぱ新潟愛があってとかあるかもしれない。でも新潟からしたらやっぱ出てほしくないけど、出て活躍してまた戻ってきてほしいとか気持ちもあるからな。もう愛がすごいんやから、新潟はもう、新潟ってそれでも愛がすごいの。あ、そうなんですか。うん、どのチームもそうやけど新潟愛がすごい。新潟がより強いってことですか。うん、俺もあの新潟を、新潟おらんかった俺、びっくりした今話聞いてたけど、俺新潟の人かどうか、新潟の人の気持ちで見てたわ。本間選手に海外で活躍して新潟をもっと広めてほしいっていう気持ちが出てた。すいません、ごめんなさいどうですか本間選手。いや、ほんますごいと思うし、あの実際見たいな、やっぱり。あ、ちゃんと今映像見せてもらったけど、試合丸々通して見たいなと思う。俺なんか関西やからセレッソとかガンバとかやっぱ見るし、知ってる選手、攻撃軍とかおる、ビステとかやっぱ知ってる選手がおるとこしか見てなかったから、これ改めてだから本間選手、俺新潟ちょっと見たいなって思ったな。俺この企画でめっちゃあのサッカー見るようになったっていうか、知ってる人を、興味のある選手が増えて名前覚えていってるから、どんどんだ。今俺坂本選手と倉田選手で、今回本間志陽選手な、これまたインスタフォローしに行きます。僕はインスタをフォローしてってるから、この動画上がる前に次誰かなって見たら、俺が次フォローしてる人が多分バレるのよ。なるほど、先当ててほしいな次は。逆にコメント欄とかで、そうそうそう、コメント欄とかはもうまあ見て、ヒカルがこの選手おもろいなって知られてもらった選手を俺はこう教えてもらってるっていう、この企画最高じゃないか。めちゃめちゃいいっす。うん、フォローします。本間選手 もしよかったらね、またお話を聞かせていただきたいなと思いますんで、チャンネル登録だけお願いします。梅梅チャンネル、はい、ということで、インスタをフォローしていきます。あ、おった、来ました。
アシックスのスパイク履いてるやん。イヌイさんと一緒やん。ドリブラーってアシックスなんかな。どうなんすかね。どうあんリズミな感じで言えへんかったんだ。いや。フォローします。